地の上の救世主教会。北側ファサード欠の上の救世主教会。地の上の救世主教会は、ロシア、サンクトペテルブルクにある、ロシア聖教会の聖堂である。公式名は、ハリストス復活大聖堂。このほか、地の上の教会の名称でも知られる。この名称は、1881年3月13日の、ロシア皇帝アレクサンドル2世暗殺によるもので、 教会が建つ場所は皇帝遭難の地である。高さは94メートル。世界遺産のサンクトペテルブルク歴史地区と関連建造物群の構成の一つである。アレクサンドル2世やケクリボエドフ運河から見るロシア皇帝アレクサンドル2世は解放皇帝と呼ばれ、濃度解放をはじめとする大改革を行ったが次第に反動化していった。同時に ナロード2期運動の急進化に伴い、ナロード2期の一部は、ニヒリズム、テロリズムに走り、1881年3月1日、ついに皇帝もテロの標的となって倒れた。行行先から帰る皇帝の乗った五両者が、運河に沿って通る中、女性革命家ソフィア・ペロフスカヤによって指揮された、人民の意志のテロリストは皇帝を狙って、手榴弾を投げた。 手榴弾は二人のコサック衛兵を負傷させたが、皇帝は無事であった。しかし現場を見るために、ご両者を降りた皇帝の足元に、別のテロリストが爆弾を転がして爆発させ、瀕死の重傷を負った皇帝は担ぎ込まれた東急で一時間後に、放御した。教会の混流は、アレクサンドル二世の後を継いだ、アレクサンドル三世によって、剪定を弔うために行われた。 教会は、グリボエイドフ運河の下半で、アレクサンドル二世周園の地に建設された。この地は、グリボエイドフ運河がモイカ川から分流する地点にあり、またさらにもイカ川が、フォンタンカ川から分流する地点にも、比較的近い。建設資金は、提出であるロマノフ家のほか、広く一般の献金によって賄われた。工事は1883年に着工されたが、 アレクサンドル三世在位中には完成せず、教会の完成を見たのは次のニコライ二世の地世に入って13年目の1907年である。地の旧世主教会の建築に関しては、一般にサンクト・ペテルブルクにおける他の建築とは様式において異なるとみなされる。地の上の旧世主教会を見上げる、すなわちペテルブルクの主な建築物が主としてバロック及び、 新古典主義様式であることに比べて、この教会の建築がロマンチックなロシアナショナリズム、中世のロシア建築の影響を色濃く受けているとする立場である。確かに玉ねぎのような形状の屋根や無数のモザイク画に彩られた壁面を見たとき、一般にモスクワの聖、ワシリー大聖堂や17世紀のヤロスラブリの境界建築を思い起こさせる。ピョートル大帝以来、 西欧化を推進してきたロシアにおいては、建築においても伝統的なロシア様式が否定され、ヨーロッパの建築様式が主流となっていた。その西欧化を体現してきたとも言うべき都市、ペテルブルクにおいてさえ、西、ワシリー大聖堂のようなロシアを象徴する建築が無意識的に望まれてできたと考えられる。その一方で、西、ワシリー大聖堂と比較すると、 全体の構成のより自由な点や優美さなどはモスクワに代表されるロシア的なものとは異質であり、やはりペテルブルクの建築であるとの評価もある。地の上の救世主教会はアレクサンドル2世の暗殺というロマノフ家にとっての悲劇がきっかけになって混流された建築物である。このため、 聖書の中から悲劇的な要素の強い主題とした面積7500平方メートル以上のモザイク画によって壁面が装飾されている。内陣天井と柱内部のモザイクその一方で、境界は無数のトパーズ、青金石及び他の半奇石で飾られていて豪奢な印象を与えているのも事実である。イコノスタシスは、ビクトル・バスネツオフ、ミハイル・ネステロフ、ラオフ含む、 当時のロシア最高の芸術家たちによって設計された。主任設計士はアルフレッドアレクサンドロビチパルランドである。丸天井の全能者ハリストスト大天使教会の内側の壁と天井は複雑かつ精密なモザイクで完全に覆われている。このモザイク側は厳密なイコンの様式にのっとり、聖書の場面を表現している内人中央の丸天井には、 全能者ハリストスに大天使たちが従っている。外壁は、レンガ、モザイク画、タイル、大理石によって覆われている。教会には、計9つの玉ねぎ型のドームが林立しているが、いずれも外側は明るい色合いによる表現が追求され、金色やエナメルによる塗装が施された。ファザードも、教会内部同様、モザイク画が多く用いられ、 バスネトーフがロシアの伝統様式で描いている。教会の建設には当初360万ルーブルが予算として計上されたが結局460万ルーブルの拒否を費やした。ロシア革命による社会主義体制は教会に大打撃を与えた。教会はソビエト政権によって略奪された。また、教会内部も損害を被った。 ソ連政府の指令で1930年代初期に教会は閉鎖された。第二次世界大戦中は野菜倉庫として使われた。人々は教会をジャガイモの上の教会、ジャガイモの救世主と冷賞的に呼んだ。教会は他の建築物同様、レニングラード包囲戦で損害を被った。さらに戦後は近くのお寺劇場のための倉庫として使用された。 地の上野旧世主教会全継1970年7月、地の旧世主教会の管理権は、聖、イサーク大聖堂に譲渡された。聖、イサーク大聖堂の収入は、地の上野旧世主教会の復旧へ集約されていった。27年にわたる修復工事を終え、1997年8月月の上野旧世主教会は、およそ60年ぶりに一般公開された。 しかし、地の上の旧聖主教会は、ロシア革命以前から公的な礼拝としてではなく暗殺されたアレクサンドル二世を慰霊していたローマノフ家の施設であったという理由で、聖教会の大聖堂としての完全な復活はなされず、公的な方針礼はほとんど行われることのない、礼礼しいモザイク博物館として再開することとなった。ただし、聖堂の性格から、 聖教会の永民者のための祈りであるパニヒダは稀に行われている。現在サンクトペテルブルクの主な観光名所のうちの一つとなり、多くの人々が参観に訪れるようになっている。世界遺産オンラインガイド、中野京子、名画で読み解くロマノフケ12の物語公文社、2014年168ページ。 ISBN 978から4から334038113。地球の歩き方。ロシア2008から09の地図。中島智明。世界で一番美しい天井装飾エクスナレッジ。2015年。70ページ。ISBN 978から4から767820026。ありがとうございます。